神学校、神学校とは、主に、キリスト教の神、神学、または、宗教学について学び、次世代の教約者を養成、訓練するための教育機関を指す言葉である。神学校に類した教育機関に、聖書学校や宣教師訓練学校などがある。また、神学校の理念や目的について、諸宗教、諸教派ごとに微妙にニュアンスが異なっている。 キリスト教では、神学校という語が広く使われる。西洋語で言う、セミナリオ、アカデミー、シュティフトなどに対応する。教派や地域によっては、大学の一学部として併設される場合や、高等教育機関としてくらい、授与資格を持つ場合がある。また本来神学校として始まったものが、教育機関としての拡充の中で大学の進学部として開祖されたものも少なくない。 パリ大学、チュービンゲン大学、ハーバード大学など、ヨーロッパやアメリカの大学にはこの経緯をたどった大学は少なくない。ヨーロッパの古くからのキリスト教においては、国立学校の学部にキリスト教の進学部があることも少なくない。その場合、学部は特定の教派の進学教育を行うのが普通である。カトリック教会で神学校といえば、 ラテン語セミナリオの訳語で、司祭、修道士を養成するための学校で、男性のみが学ぶ教育機関である。その国の社会状況によっては、自宅から通うという形態も取られるが、基本的に学生は共同生活をしながら、そこで学び、必要な学問を学ぶことになる。その意味で、進学を学ぶ、進学部とは、必ずしも同義ではない。 日本最初の神学校は、1580年代に、イエズス会によって、長崎県の有馬、現、南島原市と滋賀県の安土、現、大見八幡市安土町に作られたが、近況のため閉鎖された。現在、教区司祭になるには、日本カトリック神学院がある。2009年4月に、東京カトリック神学院と福岡サンスルピス、大見和学院が統合された。 入学資格は、高校卒程度以上の学力を有し、宣令後3年以上経過しており、聖職者を目指す22歳以上の独身の男子カトリック神徒、と元の配偶者が生存していたり、扶養家族がいる場合は許可されない。さらに、所属している小教区の司祭の推薦と教区の司教の面接、推薦が必要。養成期間は、大学卒が6年、高校卒などの場合は、 一般教養課程が加わるため養成館が追加される。修道司祭の場合は、それぞれの修道会により制度が異なり、多くは上記の神学校や他の修道会の神学校を曲がりしたり、外国にある自前の神学校に入ったりする。国内で自前の学校を持つところもある。上智大学進学部、南無三大学人文学部、キリスト教学科にも、 司祭養成過程がある。プロテスタント諸派では、牧師、伝道師、宣教師、教会学校教師などの伝道者を育成する教育機関という意味で、プロテスタント系大学の進学部なども含めて、神学校という。日本で、大学以外の伝道者育成の神学校としては、日本聖書人学校、日本ルーテル人学校、東京キリスト人学校、 旧日本キリスト人学校、専門学校3育学院カレッジなどの各種学校、専修学校や、東京神学校、神戸ルーテル人学校、神戸改革墓士学校、聖書宣教会などの私塾、無人加工がある。入学するには、キリスト者としての信仰告白を視線令を受けていることと、本人の証明、伝道者を志したいという信仰の意思と、 所属協会の牧師の推薦状が必要である。ただし、牧師の推薦が必要のない神学校、またはコースも一部には存在する。また、プロテスタントでは、修道会制度が存在しない、協約者に独身は求めないので、既婚者でも神学校に入学可能である。原則として、大半の神学校では、善良性による共同生活を通して、 魔系者としてふさわしい規律正しい人格教育と人間形成を胸とする。入学基準は、伝統的に、神学校がおおむね大卒以上、大学進学部と、聖書学校がおおむね高卒以上、さらに教会奉仕経験があり、それに加えて、社会人としての経験を数年以上求めるところも、あり、基準として、一般的に、ハードルの高い部類に入る。 ここ最近の傾向として、勤労者、主婦向けに自宅から通学可能な神学校や DVD、インターネットを利用した通信制を導入する神学校も増えている。また、いわゆる牧師や伝道師を育成する進学家庭だけでなく、一般信徒向けの教養家庭や、教会奉仕者養成のための基礎コース、教会音楽、コースカウンセラー養成コースを設ける神学校も、 存在す。また最近まで一定の学歴、経歴がなければ入学資格が認められない神学校がほとんどであったが価値観の多様化、多極化する混迷した現代において世界選挙の必要性と情熱ある選挙者の育成の必要性から入学するのに学歴は一切問わないという神学校も増えてきている。また原則として一つの教派に一つ または、複数の神学校があり、その派の神学校を卒業したらその派の牧師、伝道者に導かれるのが通例である。例えば、同志者大学進学部であれば、日本キリスト教団、ウェスレアンホーリネス進学院であれば、ホーリネス系福音派または、メソジスト系福音派の牧師、伝道者に導かれるのが通例である。しかし、まだ少数であるが教派を超えて幅広く牧師、 伝道者あるいは、神と教会奉仕者を育成する神学校も増えている。また神学校を卒業しても、必ずしも牧師、伝道者に導かれるとは限らず、一般企業に就職、あるいは、学校の教師や、さらに海外の進学大学などに留学資学料、取得し、研究者を志す者や、専業主婦など、卒業後の進路は、多種多様である。補足として、 キリスト教学科など、一部のプロテスタント系大学、または短大の学科、コースでは、いわゆる次世代の牧師、伝道者養成と霊的訓練を目標として掲げる、通常の神学校とは異なり、キリスト教を一般的な宗教、文化あるいは学問として捉え、学術的な視点において探求し、広く門戸を開いて、学生を募集しているところもある。例えば、 立教大学文学部、キリスト教学科では、信仰やキリスト教経験は不問。キリスト教とキリスト教にまつわる文化現象を学問研究の対象とし、学ぶことを目的としているので、学生に信仰の有無は問わない。立教大学公式サイトより、引用として一般に広く文庫を開いて、学生を募集している学科もある。正教会、通称、 ギリシャ正教の神学校には教習、教役者、新品養成機関としての働きを主目的とするものもあるが、進学教育、進学研究に主眼を置くものもある。いずれも共同生活を行い、方針例を共にし、神学校が教授を行う知識、技能を習得し、精神性を寛容するものである点には変わりがない。神学校を経験。 卒業することは、教習、新品に、助成されることの必須要件ではなく、神学校の経験がないものの中にも神からの、恩寵と適性が認められて新品に、助成されることも、珍しくない。教習、新品要請を主目的とする神学校においても、正教会のタスク祭、司祭には、タスク祭の不正前であれば結婚が許され、最大タスク祭、最大司祭となることから、 入学者は、独身者に限定されない。聖教会においては、修道司祭は、修道士であるゆえに、生涯独身であるが、在属司祭のほとんどは再退する。ただし、在属司祭、または、タスク祭であっても、独身のまま、の部署された場合は、その後の結婚は認められず、生涯独身でその職分を全うしなければならない。また、独身であっても神学校には、 入学可能であるが、独身の卒業生は、通常では、伝行士として、不認知に任命され、結婚してから、主教の祝福を受けた救済から、在属司祭へと、女性される場合がほとんどある。正教会では新品への女性は、現在のところ男子のみであり、かつて存在した、女性タスク災制度は現在存在しない、その復活の是非について議論されることはある。 詳細は、タスクさ参照。したがって、新品として要請される、新学生は、必然的に男性のみとなる。しかしながら、新学を学ぶことは女性にも妨げられておらず、新品となることを目指さずに神学校で学ぶ、女子新学は存在する。ただし、日本製教会の神学校には2010年7月現在、女子新学生は存在しない。日本製教会には、 東京聖教神学院があり、新徒、男子のみ、を対象に、教習、新品の養成にあたっている。ただし、学校法人格は取得していない。入学にあたっては、司祭からの推薦、教会、学院による入学許可、主教による祝福などが必要となっている。イスラム教でも、イスラムの教えを学ぶ教育機関を指す役語として、神学校を用いることがある。 日本国内に公式なイスラム教の神学校は現在のところまだ設立されていない。海外ではタリバンやアルカイダなど神学校と称して過激な宗教教育を行うところもあるので正常なイスラム教と混同しないよう注意が必要である。教約者のための継続教育及び弟子訓練学校。国内で独自に成立した教派、単立法人の神学校。 日本には古くは明治期に外国の宣教師らによって個人の資産で設立された私塾などが存在した。近代においては関東大震災による被災や第二次世界大戦中の戦時下における弾圧によって廃校を追い込まれたケース、戦後においては合併や統合、さらに大学などへの昇格、新たな法人格への移行、また募集学生の減少などの理由により、 廃校となった神学校もいくつか存在した。かつて存在した主な神学校。かつて存在した主な大学の進学部、進学課程、休校中及び学生の募集を停止している神学校。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。